南の島で遭難した時の生き残り方7。なお前、無人島に流れ着いた時どうすれば生き残れると思う？こんな質問をされた時、あなたは鼻で笑って、そんなテレビ番組みたいなこと起こるわけないだろうと言うかもしれません。いえいえ、それが起こるんです。この世界は飛行機事故や難破事故が無数に起こる場所ですから、あなただって無人島に流れ着いた時のハウツーは覚えておいて損はないはずなんです。では遭難前にお知らせ、ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をお願いします。新着動画をお見逃しなく。1、役に立ちそうなものをとにかく集める。目を覚ましたらいきなり無人島にいましたというシチュエーションは起こりません。あなた自身が無人島に遭難してしまったということは、その直前に何かとんでもないことが起こったはずです。そのような事故や事件に巻き込まれた時、何よりも大切なのが冷静になること。頭をフル回転させ、状況に応じた行動をとることが生存の鍵。まずは辺りを見渡しましょう。何か使える素材や物資が海面に浮かんでいたりするかもしれません。どんなものでも何らかの役に立ちますが、特に目を凝らして探すべき道具が、ナイフ、ハンマー、斧といった道具。これらの道具は代わりとなる道具が少なく、シェルターを作るときや身を守るとき、食料を探すときに非常に役に立つものです。また、衣類や布はできる限りかき集めます。容器やペットボトル入りの飲料は回収します。水はサバイバルの基本です。ガラクタに見えるようなものでも、とにかく手当たり次第に集めましょう。プラスチックの板1枚が命を救ってくれるなんてことも起こりうるんです。2、島へ無傷でたどり着く。次に大切なポイントが、島の岸へ安全にたどり着くこと。怪我は少ないに越したことはありません。島が熱帯にある場合、ちょっとした傷すら感染症につながり命取りになりかねません。ですから、岸へ向かって泳ぐときには細心の注意を払います。浅瀬の底にカミソリのような枝を持つサンゴが生えているかもしれません。また、イモガイのような危険生物にも注意しましょう。毒針に刺されてしまうかもしれません。また、強い海流にも注意します。捕まってしまうと、再び沖へ流されてしまいます。3、飲み水を探す。熱帯では数時間水を飲まないだけで、正しい判断力や体機能を失う事態に陥ります。ですから、安全な飲み水を探すことが何よりも大切なことになります。多くの島には水源があるため、運よく見つけることも可能になるでしょう。その際の注意点を押さえておくようにしてください。川の水は淡水ですが、バクテリアや寄生虫がうよいよいる可能性があります。飲む前に必ず煮沸するようにしてください。海へ流れ込む小川は、大きな川に比べて泥が混ざりにくいため、理想的な水源となります。海水は絶対に飲んではいけません。含まれる塩分が喉を潤すどころか脱水症状を加速させます。雨や草木の露は集めて飲んでも大丈夫。洞窟内から垂れ落ちる水を飲むのも有効です。草木は近くに水源がある目安になります。あたりにそのようなものが見当たらない場合は、地面を掘ってみると良いかもしれません。水分は果物やその他の食べ物からも得ることができます。例えばヤシの実は水分源としてとても優秀です。4、シェルターを探す、作る。水を手に入れた後は、シェルターの心配をする段になります。シェルターは、体を風雨から、また野生生物から守ってくれる場所になります。熱帯の島であっても、低体温症の危険が常にあることを肝に銘じておいてください。この地域は、日中大量の水蒸気が発生するため、夜には激しい雷雨や冷たい雨が襲いかかってくることになります。また、シェルターは地面から離れた位置に作りましょう。地上は、毒蛇などがうようよしています。自分でシェルターを作ることを決断した場合は、長くしっかりした木の枝を木の幹に立てかけます。その上に45度の角度で枝を積み重ねていき、上から木の葉や小さな枝をかぶせて壁にします。シェルターを建設するときには、必ずこの2点に留意するようにしてください。シェルターを作る場所は、ヤシの木の下は絶対に避けます。落下してくるヤシの実が致命傷につながる恐れがあります。必ず蚊帳を作ること、手元にある素材を駆使して蚊の侵入を阻みましょう。上からシーツをかぶせるなど、案外簡単な方法で防ぐことができます。5、食料を探す。水よし、シェルターよし、お次にやってくるのが、そう、食料。空腹感はあなたからエネルギーを奪うばかりでなく、生存のチャンスを大きく避けてしまいます。でもあなたはラッキー。どんな島にも食料源は絶対にあるはずなんです。魚や海藻、貝類、果物類がその役割を果たしてくれるでしょう。ただし、これらの注意点はしっかりと守るように。
魚は岸辺に近い浅瀬や潮だまりで見つけることができます。鋭い棒状の道具があれば、それを銛として使うことで魚を捕ることができるようになります。釣り針のような道具を持っている場合は、虫を探して餌として使いましょう。捕まえたものはすべて調理すること。寄生虫を殺して食中毒を防ぎます。貝には注意。殻を開けるのが難しい貝は、その分基本的に食べても安全ということになります。すぐに開いてしまう貝は病気を持っている可能性が高く、食べると毒性がある恐れがあります。海藻は潮だまりに生えているものを探しましょう。流れ着いた海藻は腐っている恐れがあります。ココナッツやマンゴー、バナナなど見知った種類の果物を探しましょう。初めて見る果物の安全性を確かめたいときは、それを腕にこすりつけます。発疹が現れたら毒があるということ。反応がない場合は、今度は唇にこすりつけます。それでも大丈夫な場合は、小さく一口かじり、それを数分口に含みます。その後、さらに数時間待ちましょう。気分が悪くならなければ、食べても大丈夫です。6. SOS 信号を作る。食べ物もシェルターも確保したら、今度はレスキュー隊にあなたの居場所を知らせる方法を探ります。中でもベストな方法が、のろしを上げること。火を起こしたら、濡れた木をその上に乗せます。これが大量の煙を発生させてくれるでしょう。のろしを3つ、ちょうど三角形になるような位置で作ると、さらにベター。これは国際的に使用される救難信号になっています。また、火を起こす方法がないときは、大きな石を集め、海岸に積み上げます。ヘルプや SOS といった単語を書いても良いでしょう。石も見つからないときには、木の枝を使って砂浜に大きく文字を書きます。サインの近くから離れなくてはならないときは、自分が離れていった方向へ矢印を書きましょう。7. 身を守る手段を考えておく。島には危険な野生生物がいる可能性が十二分に存在します。ですから、身を守ることもサバイバルには必須となります。第一のルールは対立を避けること。ですが、攻撃された時にどう反応するかを知っておく必要はあります。身を守るために鋭い枝や槍を作っておきましょう。モラーナは肉食獣の住処となっていることが多いため、入ってはいけません。また、蛇や見知らぬ虫は毒を持っている可能性があるため、近寄ろうとしてはいけません。皆さんは無人島でも生き抜くことができると思いますか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。